どうも皆さんこんにちは、チャクマツです。本日はですね、ユナディット航空のマイレージプラス購入最大 100% ボーナスキャンペーンが来ておりますので、本日はこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス、まあユナイテッド航空のマイルがですね、購入することで、まあ最大ね 100% ボーナスキャンペーンということで、今回ね 100% 最大という風になっておりますんで、もしかしたらね 85% とかの人もいるかもしれないですよね。まあ私はね 85% ということで、まあ最大ね 100% の人もねいらっしゃるということで、今回のキャンペーンはね、もしね 100% 来ている方であればですね、結構ねいいのかななんていう風に思いますので、気になる方はですね、ぜひね概要欄に公式サイト載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。ということで、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思います。まずね、期間が2023年の3月1日14時59分までということで、こちらね、日本時間に直っておりますので、公式サイトはね、ちょっと時間違いますけども、この辺はね、注意してください。で、今回のキャンペーンが、マイル購入最大 100% ボーナスマイルっていった形になります。で、今回のね、キャンペーンの上限なんですけども、ユナイテッド航空のマイルは年間17万5000マイルまで購入可能っていう風になっておりまして、マイル付与は購入後最大72時間以内に付与っていた形になっております。で、今回ですね、最大 100% ボーナスマイルということで、ちょっとね、私は 85% でね、来ておりますので、まあ私の場合は4万マイル以上購入すると、85% でね、マイルがつくっていう風になっておりますので、まあ多分ね、ほとんどの方がそうなってると思うんですけども、ちょっとこの点はですね、ちょっと私も詳しく見れない部分がありますんで、確実にね、最終購入画面でこのボーナスマイルがですね、こういった形で出るわけなんですけども、何パーセントついてるかね、確実にチェックしてでね、購入していただきたいなと思います。 100% であればこのナンバーオブズマイルっていうところがそのままね、同じ数字になってると思いますので、この点ね注意してください。それではね、いつも通り1マイルの単価ね、見ていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、私の方で作ったんですけども、こちらね、85% でしか私来てないので、この 100% がですね、4万マイルから来てるかどうかっていうのは正直ね、わかんない部分ではあります。おそらくね、4万マイル以上で 100% のボーナス来てると思うんですけども、まあ一番下の段ね、見ていただくと、今回ね、最大 100% ボーナスマイルの人は、9万マイル購入していただくと 100% ボーナスついて、合計18万マイルがね、獲得することができるっていう風になっておりまして、価格が43万7009円といった形になります。これで計算すると1マイルの購入単価は 2.4 円といった形になります。今回ね、4万マイルからね 100% ボーナスついてると思いますので、まあここら辺であればですね、まあ 2.4 円であればね、最近ね航空運賃ね、高くなっておりますし、またね、ユナイテッド航空のマイレージプラスはちょっと後でね、説明しますけども、まあ、サーチャージもね、かかんなかったり、ANA の特典航空券もね、お得に発券できるっていう風になっておりますので、まあいいのかな、なんていう風に思います。それではですね、ユナイテッド航空の基本情報ですね、おさらいしていきたいなと思います。まずね、ユナイテッド航空のマイルは、片道発券もできますし、誰でもね、発券することができます。ですので、もしね、ご自身がマイルを持ってれば、お友達を誘ってね、発券してあげて一緒に行くみたいなね、まあそういったこともね、利用することができます。で、ユナイテッド航空のマイルはですね、有効期限がないんですよね。これはね、非常にいいポイントで、貯めたマイルであったり、購入したマイルもですね、有効期限を気にせず利用することができるっていう風になりますんで、まあ、今購入しておいて、ずっと後でね、利用するみたいなね、まあ、失効することがございませんので、まあ、こういう点はね、本当にいいですよね。で、燃油サーチャージなんですけども、国際線のね、燃油サーチャージがユナイテッド航空の場合でね、かからないって言った形になるんですよね。で、今ね、JAL マイルで JAL を発券したり、ANA マイルで ANA をね、発券したりすると、この燃油サーチャージっていうのは絶対かかってくるって言った形になるんですよね。もちろんね、対象外の路線とかもありますけども、まあ、基本的に日本からね、出発する便に関しては、まあ燃油サーチャージね、かかってくる場合が多いですので、もしね、東京から北米路線とかね、往復発券していただくと、燃油サーチャージだけでね、10万円近くね、請求されるわけなんですけども、ユナイテッド航空の場合はですね、片道1000円、まあ7ドルとか6ドルとかね、まあそこら辺で利用することができますので、ちょっとね、必要マイル数は ANA とか JAL とかに比べると、片道の必要マイル数はね、多くなってるんですけども、このね、必要マイル数とは他にかからないっていうのはですね、非常におすすめのポイントっていった形になります。で、ANA のね、国内線の特典航空券も発券することができるんですよね。で、
おすすめ路線がですね、この800マイル区間、羽田であれば伊丹、福岡、札幌、ここら辺が5500マイル。伊丹出発の場合は福岡、札幌、沖縄、すべてね、5500マイルでね、利用することができるっていう風になりますんで、まあ羽田というよりどちらかというと、伊丹がね、メインの方であれば、かなりね、おすすめですね。東京行くのも5500マイルですし、札幌も5500、沖縄も5500でね、片道行くことができるっていう風になりますんで、非常にね、使い勝手がいいと思います。で、801マイル区間ですね。まあ、羽田、沖縄とかですね、片道9000マイルから発券することができるっていう感じになります。またね、2023年の1月1日からですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスっていうのは、変更キャンセルがね、無料になったんですよね。これもね、非常に大きいですね。ANA とかね、一人3000マイルとかね、まあ非常に良心的な、キャンセル料でね、キャンセルすることができたりするんですけども、このね、ユナイテッド航空のマイレージプラスはね、無料なんですよね。これ、去年、まあ、おととし、このコロナの状況でね、ずっと特別対応で行われてたわけなんですけども、この常にね、変更キャンセルね、無料になりましたということで、このね、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、こういった点でもですね、かなりね、おすすめっていた形になります。またですね、ANA の国内線の特典航空券もね、お得っていう風になるわけなんですけども、ユナイテッド航空はですね、まあ、こちら上級者になると思うんですけども、エクスカーショニストパークっていうね、特典も非常にね、おすすめっていった形になります。ちょっとここはね、かなり複雑になりますので、こちらの動画で解説しておりますので、気になる方はですね、ぜひね、こちらの動画ね、見ていただければなと思います。こちらね、非常にお得なんですけども、ちょっとね、利用方法が難しかったりするので、ぜひね、参考にしてください。またですね、アメリカ本土のエコノミークラスっていうのはですね、非常にお得っていう風になっておりまして、まあ、2023年の頭にですね、私、ニューヨークから東京ね、ユナイテッド航空のユナイテッド航空マイルで発券したのでね、帰ってきたんですけども、大体ね、その時の利用料金がですね、20万円ぐらいね、する路線だったわけなんですけども、それもね、36,900 マイルぐらいでね、利用することができて、またね、年サーチャージかかりませんので、プラス7ドルとかでね、発券することができるっていう風になりますんで、このぐらいになるとですね、1マイルの単価はね、5円とかで利用することができますので、東京から欧米路線のエコノミークラス、まあ、ここがね、個人的には結構いいのではないのかなと思います。ハワイ路線なんかもですね、ちょっとね、時期によって取れたり取れなかったりするんですけども、ハワイ路線は 27,500 から3万マイルでね、エコノミークラスね、利用することができます。で、長距離路線のビジネスクラス、まあ乗りたい方ね、多いと思うんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、長距離路線のビジネスクラスって結構ね、必要マイル数がガツンと上がるんですよね。一応ずっと先とかを調べていくと、片道8万8000とかね、まあそのぐらいでビジネスセーバー特典でね、出てたりするんですけども、まあ、これは本当にね、空席次第で空席もかなり少なめっていう風になりますんで、ある程度ね、自由が利く方で、頑張って探す根性がある方は多分ね、見つけれることはできると思うんですけども、結構厳しいと思います。ですので、まあどちらかというと、国際線に関してはですね、エコノミークラスの方はね、利用しやすいのかななんていうふうに思います。またね、最大のメリットはね、先ほどから言っている通りね、燃油サーチャージがかからない点ですね。必要マイル数とね、プラス1000円程度で北米路線であってもね、利用することができるっていうふうになりますんで、今のね、この燃油サーチャージの高い昨今ではですね、ユナイテッド航空のマイレージプラスはですね、非常にね、おすすめっていった形になります。で、またですね、ユナイテッド航空はどんどんね、羽田便をね、増やしておりまして、先ほどね、言ったニューヨークから帰ってきた路線も、ニューヨークから羽田に帰ってきて、羽田到着だったんですよね。やはりね、成田と羽田とやっぱり、羽田の方がね、利用しやすいかななんていうふうに思いまして、またね、2023年の3月25日よりですね、羽田ロサンゼルス路線、ワシントン路線、こちらもですね、新規就航するっていうふうになりますんで、ここもね、羽田空港からね、利用することができるっていうふうになりますんで、ユナイテッド航空ね、どんどん便利になりますよね。ということで今回ですね、ユナイテッド航空のマイル購入していただくと最大 100% ボーナスマイルキャンペーンということで解説させていただいたわけなんですけども、ちょっとね、言い忘れたんですけども、ユナイテッド航空のマイルでね、国内線発券する場合ですね、経由便もね、発券することができるんですよね。これもね、結構良くて、ANA のね、ステータス持ってる方だと、まあ、いろんな空港を利用したいとかですね、また2都市をね、一度に回りたいっていう方もね、中にはいらっしゃるかと思うんですけども、ユナイテッド航空の
の ANA のね、全航空券発券すると、2区間乗っても同じマイル数でね、発券することができて、まあこの2つの便はね、24時間以内に乗り継ぐ必要があるんですけども、まあそういった利用方法もね、使うことができるっていう風になりますんで、ANA のね、国内線発券するときに、下の方にね、進んでいっていただくと、経由便もね、出てくるっていう風になりますんで、こちらもね、同じマイル数で発券することができるんで、まあ見てるだけでもね、結構楽しかったりするので、ぜひね、これから利用される方はですね、そちらもね、チェックしてみていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、この感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。